ちは、授業準備 TV のさっきーです。本日は道徳の授業準備の手順をご紹介していきます。教科となった道徳、皆さんはどのように準備をしていますか？準備の進め方にお悩みの先生に向けてサイトにお寄せいただいた普段の授業準備の進め方をご紹介していきます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、ぜひご登録と応援よろしくお願いします。まずこちらの投稿者の先生が初めにチェックするのは内容項目。一つの授業に一つの項目を狙いと定めますが、もちろん友情、信頼、親切、思いやりのように複数の価値が互いに関係し合っているので一つの美に絞れるとは限りません。ただし重点を置くのは何か、どこかという点を確認しておきましょう。投稿者の先生はこのようにノートを使って板書計画を作っているそうです。上半分が実際の板書、下半分に発問を書いています。この板書計画を作りながら授業を組み立てるポイントは全部で7つ。1つ目は導入。導入では今回考えていく内容項目について子どもたちに投げかけています。週末でどのような流れに持っていきたいのかを考えながら子どもたちの生活に即した質問を考えているそうです。2つ目は資料掲示。ただ読むのではなく気持ちに寄り添えるように注目してほしい登場人物を伝えます。3つ目は発問。発問を作る際は登場人物の心の変容が見える部分を中心発問の末、前後で気持ちが大きく変わる部分にも発問を取り入れていきます。ちなみに具体的にどのような発問にするのかは普段の授業作りの中では指導書を参考にしているそうですよ。4つ目は板書の構造。板書の構造を考えるときには授業の時間の流れとは別に比較したいポイントは何かという視点で考えているそうです。こちらの授業ではいつもの散歩道といつもと違う散歩道を対比するために地図を真ん中に左右に書いて比較したそうです。5つ目はワークシート。子どもたちが自分と向き合う時間にもなるので何を書いてほしいのかを決めていきます。6つ目は意図的指名。発問だけではなく考えを深めていくための意図的な指名も大切です。ただ授業中に全員をゆっくり見ることが難しいのであらかじめどのような観点で書いている子を取り上げたいかポイントを絞っておくと視点が定まります。発表してほしい子に事前に発表してほしいということを伝えることもできますね。最後に教材準備。教材の準備は授業の計画全体が固まってから必要なものを作ります。この授業をされた時には発問カード、注目する登場人物の絵、場面絵、この3つを用意したそうです。本日は道徳の授業準備をお届けしました。内容項目の確認、そして導入、資料掲示、発問、板書の構成、ワークシート、意図的指名、教材準備という7つのポイントを意識しながらの板書計画、毎週の授業準備の参考にしてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。